カルベンの戦いは1499年5月22日に、グラウビュンデンのバルミュシュタイアーの出口から、チロルハク国のフィンシュガウにかけての地域で起こった戦闘。ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の軍隊とグラウビュンデンの自由連合である三同盟の軍隊の間で勃発したもので、ハプスブルク軍がカルベンに気づいた要塞の周辺で、戦闘が起こったことから、 カルベンの戦いと呼ばれている。三同盟は勝利を収め、グラウビュンデン南部でのこの戦いは、シュバーベン戦争において決定的なものとなった。ハプスブルク軍の敗北の後、皇帝はエンガディン及びバルミュシタヤー支配の目論みを諦めざるを得なくなり、シュバーベン戦争全体においての軍事行動の焦点は再び、スイス同盟の国境北部に移ることとなった。中世初期以来、 クール司教とチロル博は、エンガリンカリュー、バルミューシュタヤー、フィンシュガウにおける、司法権をめぐって争ってきた。1363年に、チロル博国が、ハプスブルク家の支配下に置かれると、ハプスブルク家のアドボカトゥスは繰り返しクール司教の権利を制限し、渓谷全体をその領土に併合させようとした。しかしこれらの渓谷に住む人々は、この目論みに反発し、 1367年から1415年の間にグラウビュンデンの三同盟のうちの一つ、ゴッテスハウス同盟を結んだ。一方、新生ローマ帝国では、1486年に、ハプスブルク家のマクシミリアン一世が、ドイツ王に即位し、7年後には、いとこのオーストリア大公ジークムントからチロルを含む、所領を引き継いで、すべてのハプスブルク家の所領を手中に収めた。 しかし、ハプスブルク家の権力の幅広い拡大と、その世襲政治は、フランス王との対立を招いた。特に1493年に、マクシミリアン一世が、ミラノのスフォルサ家の公女ビアンカと再婚したことで、自身をミラノ公だと主張していたフランス王と、真っ向から対立することになり、最終的に、イタリア戦争へと発展していった。こうして、 グラウビュンデン南部のアルプス山脈の峠、特にバルミュシュタイアーのウンブライル峠は、チロル地方からイタリア北部への直接ルートとして、突如戦略的重要性が増すことになり、ハプスブルク家はその地域の支配にさらに力を入れたのだった。シュバーベン戦争の戦域、グラウビュンデンとカルベンは右下隅。ハプスブルクの圧力により、 1497年から1498年にかけてグラウビュンデンの三同盟はスイス同盟との緊密な軍事同盟に署名することになった。1499年1月20日にミュスタイアにおいてザンクトヨハンシュードウンがハプスブルク軍によって襲撃されるとシュバーベン戦争が勃発しスイス同盟とグラウビュンデンの三同盟は神聖ローマ帝国の権力 特に、シュバーベン同盟に反発した。上述したように、この戦争における、マクシミリアン一世の戦略的目標の一つは、ウンブライル峠の支配であった。1499年4月までに、大規模なハプスブルク軍団に、シュバーベン同盟及びチロルからの軍隊、また、イタリア人傭兵がフィンシュガウのマルレスベノスタと、グロレンツァの村で合流した。 そしてバルミュシュタヤーの出口全体を塞ぐため、カルベンに強力に武装した木造要塞を築いた。その後、ハプスブルク軍は5月11日にオフェン峠の制圧を試みたが、失敗に終わった。戦域の地図グラウビュンデン南部のクール司教のアドボカトゥス、ベネディクト・フォンタナは、ビンシュガウのマルレスベノスタ最大のフラツオーネ、ブルクアイスの諸侯の座を降りるよう強いられていたため、 ハプスブルク軍を妨害するために、強力な軍隊を派遣する、よう再三呼びかけた。三同盟は、ついにこれに応じ、ツオーツで、約6300の軍隊を編成して、バルミュシュタヤーへと進軍した。マクシミリアン一世が援軍と共に進軍している、途中だという情報を得ていたので、もはや時間の問題であることを知っていたためだとみられる。しかしカルベンの要塞は手強い壁であったようだ。 ハプスブルク兵はおよそ1万2000人で、そのうちの2000人が要塞に配置され、さらに別の1200人が側面を防衛していた。また、要塞の前方のコムーネ、トゥブレにあるロトンダ城にもまた、ハプスブルク軍が配置され、さらにもう200人は要塞後方のマレンゴで橋を守った。残りのハプスブルク軍は、フィンシュガウに駐屯していた。三同盟軍は、 ミュスタヤで二手に分かれることを決めた。約二千から三千の兵が山を越えて進軍し、北部の要塞を迂回して、敵を後方から攻撃することになった。そのルートは、ロトンダ城からの目にさらされていたので、一段は夜に出発した。フィンシュガウに朝方到着するとすぐに、ハプスブルク軍と交戦状態に入った。しかし三同盟軍が三万を数えるという噂が出回ると、 ハプスブルク軍の兵士たちは泡を食って逃げていった。しかしマレンゴ橋で彼らの前進は足止めされた。駐留していた200人のチロル兵と合流した逃亡部隊はなんとか橋を維持したのだった。三同盟の残りの半分はそれでも要塞を正面から攻撃した。しかし防衛は強固で要塞には多くの大砲が装備されていたため、 三同盟軍は何度か交代を余儀なくされ大きな損害を被った。指揮官たちは攻撃を続けるために兵士たちを激励し、もし交代した場合は裏切り者として殺すと脅迫した。彼らの指揮官を務めたベネディクト・フォンタナは戦死したが、最終的に要塞の南側の山の斜面を越えて行われた局地的な側面攻撃によって三同盟軍は勝利を収めた。 全方向からの同時攻撃により、防衛線は崩れざるを得なかった。ビリバルト・ピルクハイマーの研究によれば、不評武騎士も圧倒されて逃亡していったという。彼らは、フィンシュガウを追われ、多くは荒れた山の川で溺死した。勝利を収めた三同盟の軍隊は3日間、ィンシュガウ、警告を略奪し、すべての家を焼いて12歳以上の男性を皆殺しに、した。 そして約300の小さな大砲と8つの大きな大砲を含む戦利品と共に1499年5月25日にオフェン峠を越えて撤収した。その当時オーストリアのランベックの町にいたマクシミリアン一世は敗北の知らせを耳にすると激怒してグロレンツァに急ぎ5月29日に到着した。そしてエンガリンの人質38人が報復としてメラーノで殺され、 6月には、エンガディン渓谷を破壊して、サメイダンまでのほとんどの村が焼き討ちにされた。6月18日に、スイス同盟が援軍を送り、ベルン、チューリヒ、ウリ、グラールスからの部隊がダボスに到着すると、ハプスブルク軍は警告を一掃した。しかしカルベンでの敗北によって、バルミュシュタイヤーと、ウンブライル峠を支配しようとする。 マクシミリアン一世の目論ろみには終止符が打たれた。シュバーベン同盟も、もはや興味のなくなったグラウビウンデンへの出兵を拒否した。マクシミリアン一世は、ボーデン湖に戻り、その後スイス同盟の国境北部での作戦を指揮した。しかし敗戦を重ね、1499年9月には、バーゼルの和役に同意しなければならなくなった。この平和条約は、戦争前の現状を主張し、 したがって、ハプスブルク家、クール司教、そして三同盟の間でのグラウビウンデンの人々に対する複雑な管轄権は残されたが、カルベンの戦いによって、グラウビウンデンに対するハプスブルク家の拡張は終わりを告げられた。またこの勝利で三同盟も強化され、1524年には永久盟約の制定によって統合された。しかしフィンシュガウは1618年に、 ハプスブルク領に併合された。グラウビュンデンが戦役となった三十年戦争の時であった。今日、ベネディクト・フォンタナは、グラウビュンデンの英雄であり、自由の戦士とみなされている。伝説によれば、彼は、以下の言葉をもって、ハプスブルクの要塞を攻撃する兵士たちを、激励したという。ヘイ・フレイシュ・ジャイアマン・クマイ・スマッツ、カンマイ・エイ・エ b スエヌ・オム・ダ・フィアー。 ケブリキアガーダド、ユーチアホーツグリシャンズイーリジス、ユーマーノンピーエル。ベネディクト・フォンタナ戦いにおける彼の功績を強調するような記述は16世紀半ばに初めて現れるため、真偽のほどは定かではない。伝説はさらに手を加えられ、19世紀に人気を博した。1903年には彼の名誉を称えてクールに銅像が建てられた。ありがとうございます。